この大切なグローブを水につけます。妥協のない日本製グローブ R グレイスサンプルグラブ、僕の方で片付けしていきます。今回は人気型番の GL061 を片付け。 R グレイスは僕が広報担当として運営に関わっているメーカーで、4万円台で6万円以上するようなグローブと同じような品質のグローブが購入できます。今回の片付けでは学生たちが好きそうながっちりつかめる方にしていきます。片付けで大活躍するのがこの水晶ボールなんですよね。この水晶ボール、グローブ購入後もグラブに挟んだりグラブに投げて取るだけでポケットをしっかり作れたり型崩れの予防にもなったりする。これは繊維や球児におすすめですね。でここから R グレイスさんのディープセットオイルも併用していきます。大量にスプレーをかけるタイプじゃないんですが、そこそこ浸透力もあるし表面も保湿できるタイプのメンテナンスオイルです。そして乾かしたらもう一回ディープセットオイルですね。日々のメンテナンスも簡単にできるんで、液体系オイルってみんな1個ぐらい持っといていいんちゃうかなって思ってます。で形を整えた後がこんな感じ。呼吸面の硬さを残しながら親指と薬指が近づくようなイメージでやってます。硬さを残しながらもメリハリのあるグラブにしました。ということで GL061 よろしく。